これが日本ツキノワグマです、ジャパニーズブラックベアと申します。ここにはですね、名前が姫というメスのグマとですね、リオ、これは秋田県から来たあの、クマが2頭おります。ではクマの生態をご覧ください。今水浴びをして、はい、はい、このようにしてね、クマはお互いをですね、かじったりして、そしてだんだん獰猛な性格になっていくんですね。今立っております。なかなかこのような、ね、ポーズ見ることは極めて珍しいです。今プールの中でね、クマの、姫ちゃんとそれからリオちゃんがですね、このように水浴びをやっております。あ、とても素晴らしいね。私も初めて見ました。このようなね、クマの生態、本当にね、こうしてだんだん強くなっていくんですよね。そしてまた水の中に入ってきました。はい、とてもねすごいね。こんなになってね、すごいですね。はい、クマさんがこのようにやってるのはね、ちょっと珍しいですよ。私ももうね、何十年と見てきたけど、こういう形はちょっと初めて見ましたね。このようなね、本当はあのここは池なんですけど、動物園のね、でも実際は川の中でね、このような、行動をするわけなんです。今日は盛岡市動物公園のですね、リニューアルオープンの日で、今日は非常に快晴の日でね、たくさんの人がですね、来ております。特に盛岡市はですね、世界で、2番目にですね、景観とかあとイベントとかですね、いろんなものがあるよということで、ニューヨークタイムズが報道しましたら、非常にたくさんの外国人がですねお見えになって、盛岡市はねもう賑やかです。はい、やっぱりこのようなね自然がね近くで見えるというのが一番なんですね。日本全国あのいろいろね動物公園ね、それから動物園ありますけども、こんなにね間近で見れるっていうのは、おそらく日本でもねここしかないんでしょう。はいはい、立ちましたよ。今クマが立ちました。はい、立ってね皆さんに、ご挨拶しました。あー、すごいね。はい、ではまた次の場所に移ってまいります。